はい、どうもこんにちは。スーパーイグマイスターの小林です。今回は、帝京高校サッカー部の練習グラウンドにお邪魔させていただいております。本日も、現役の高校生プレイヤーに、スパイク選びのこだわり、バシバシ、聞いていきたいと思います。本日、お話をお伺いするのは、帝京高校2年生、入江亮介です。お願いします。本日は、よろしくお願いします。お願いします。入江くんは、U16、日本代表候補、思い呼ばれた逸材というところで、ありがとうございます。左サイドバック、すごい活躍してるプレー印象的なんですけど、すいません、今日なんかトレーニング終わりに撮影させていただいて、自宅のところすいません。僕もちょっと今日参加させていただいて、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。それでは今現在履いているスパイクがそちらのセナのウルトラに。ウルトラですね。いや、これ気に入っているところとか選んだ理由とかありますか？フィット感とあとは軽さっていうのがすごい気に入っているところです。おー、なるほど。フィット感で言いますと、ウルトラは履いててどうですか？どんな印象ですか？そうですね、ぴったり足にはまってくれるというか、はい、でそこで軽さも入ってくるんで、履いてる感覚がないような、自分の足になんかぴったりくっついてる感じで、すごい履きやすいです。なるほど。じゃあもう入江君の足に今ウルトラしっかり合ってるってところで、はい、ちなみにこの間の総体の豊戦ですかね、はい、はあと青と黄色のカラーと、あ、そうです。書かれたんだと思うんですけど、はい、あれとかは、あれがなんか試合用みたいなイメージですか？あ、そうです。あの、プーマンウルトラ2足ぐらいいつも準備しといて、はい、練習と試合で、うまく交互に使い分けて。あ、なるほど、なるほど。じゃあ今その、ちょっと黒いタイプと、黄色いのタイプと、あと青、黄色ぐらいの2足で、あ、そうです。ローテーションしてるみたいな感じですか？はい。そして、あとウルトラは、軽さっていうところが非常にポイントだと思うんですけど、まあ、今履かれてる FGAG モデルは片足 160g っていうびっくりするぐらい軽いっていうところが特徴になってますけど、サイドバックでプレーしてる中で、あのウルトラの軽さどういうふうに自分のプレーに生きてるなとかって感じられたりしますか？足を運ぶときとか、はい、やっぱ軽いんで足運びやすいん で、 あとはやっぱりボールを蹴るときも、はい、足を振るときとかは靴の重み感じないんです。すごくやりやすいです。僕もそれはめっちゃわかります。なんかこう、僕まあフォワードなんですけど、シュートを打つときも、普通のスパイク履いてるよりも、なんか足の振りがなんか速くなったような、なんか気持ちになりますね。はい、あとちなみに、なんかこう、スパイクを選ぶ上で、好きなデザインとかカラーとかなんかあったりしますか？ユニフォームも黄色、青、白っていう、まあ結構目立つ色だと思うんですけど、はい、それに負けないぐらいの、クスカラーのなんか、存在感というか、はっきりとした色。いいです。あ、好きってことですか。じゃあ、まあ、豊洲で入ってた、青と黄色の色とかは、個人的にはちょっと気に入ってるとか。あ、結構、はい、好きです。あの色、僕も結構、今まで出たウルトラの中で、割と一番好きぐらいの、なんか、かっこよさが僕もありましたね、なんか。あの独特の青というか、水色というか、なんか僕も結構好きです。はい。かっこよさですね。ちなみに、まあ、デザインとか、まあ、その見た目のところで言いますと、またちょうど、インターハイ前にですね、新しくウルトラ 1.3 っていうこちら手に持たれてるプーマのスパイクが出まして、これウルトラの最新バージョンなんですけど、はい、印象どうですか？一回試し履きというか履かせていただいて、はい、その時はやっぱり今までのウルトラよりもより一層軽くなった感じがして、はい、面というか、はい、このボールが当たるところがすごいさらに薄くなって素足感というか、はい、そういうのが感じられてすごく良かったです。あ、やっぱその薄さやっぱ感じられましたか？はい、さすがだな。やっぱそこの違いもはっきりと分かられてるってところで、さすがこだわり持ってスパイク選んでるなっていうのね、今実感できて、なんか僕はすごい楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。これじゃあインターハイはこの最新モデル履きますか？はい、そうです。これでインターハイ戦いたいと思います。じゃあちょっと入江君の足元インターハイちょっと注目させていただきます。ちゃんと新しいルート履いてるかなと思って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにじゃあいつもスパイクとかはネットとかで買われますか、それともサッカーショップとかで買われますか？自分は実店舗行ってしっかり一回履いて、はい、感覚確かめてから。自分結構足でかいんですけど、うん、サイズとかなかったら、はい、やっぱそれは履いてみてからネットで注文とかそういう感じです。あ、ちなみに何センチぐらいですか？自分は 28.5 です。あ、 8.5 ですね。じゃあまだ履きたいけどサイズなくて履けないみたいなのも、まあ、そんなには時々ありますか？あ、そういう時もあるんですけど、はい、したら何店舗か回って、かけてから買います。じゃあしっかりと試着して、サイズ感とか自分の足に合うかっていうのを入念にチェックしてから購入される。はい。しっかりこだわり持ってスパイク選ばれているのがこういいですね。なんかすごい2年生なのにしっかりしてるなっていうので、
僕からは何も言うことないぐらいな感じですね。ちなみに実店舗とかはどういったサッカーショップに行かれるんですか？カモとか、あとギャラリー2とか、はい、近場なんでそういうところ、はい、何店舗か待ってします。ここからだとカモ、池袋とかですかね、とか新宿とか。新宿とか、あ、なるほど。じゃあギャラ2も新宿の、そうです、あのビルの上の、はい、そうです。今までこうずっとサッカー続けてこうやってですね、まあ、いろんなスパイク入ったと思うんですけど、あの時のあのスパイク良かったなみたいな、自分的ナンバーワンスパイクがありましたら教えていただきます。今見てると一番いいなっていうのは感じます。じゃあもうリレー君の足にウルトラが合ってるんですけど、はい、あ、ちなみにじゃあウルトラ以外でなんか昔なんかこういうの印象に残ってるなとかあったりしますか？最初の頃に入ってたネメシス、アディアスのネメシスだったりは、はい、少し印象に残ってます。うん、確か高校1年生ぐらいの時に書かれてましたね。あ、そうです。最初の頃はネメシス入って、はい、冬の途中から試し履きの機会があってプーマン、その時にやっぱウルトラ入った時に、はい、あ、いいなと思って、うん、そこから乗り換えました。ウルトラの軽さだったりフィット感の良さに惹かれて、でしかもバッチリ足に合ったところですね。はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。